はい、どうもトラキチの無課金ハオロードオリックス純正編です。今日でログインが、1223日目ですね。はい、現在2023年4月14日の16時6分なんですけども、今回はですねこちらですね、はい、球春到来プレゼントスカウト、お一人様1回限り無料で引ける10連スカウト、おかわりですね、こちらの方やりたいなと思います。はい、その前にですね、選手追加がありまして、このオリックスはですね、阿部選手でしたね。はい、阿部選手、適正が中継ぎ S、球威79、制球74、スタミナ70ということで、いや結構強い選手なんでね、ぜひ欲しいなと思ってます。一応ね、A ランクも S ランクも僕持ってないんですけどね、まあ、A ランクもいずれね絶対出ると思いますんでね、まあぜひ欲しいなと思ってます。はい、まあ全シリーズでね、一回後半に出て結局取れなかったんですけどもね、はい、結構まあこの2023シリーズ1はね、早めに出てくれましたんでね、まあ、取れるチャンスあるかなという感じですね。はい、でまあ球種の方も、フォークとスプリットにね、B 機種ありますんでね、でまあ適正もね先発で D 抑え F はありますね。はい、であとまあこういう感じですね、対ピンチ伸び内角ということで、まあぜひね欲しい選手ですんでね、まあこの後やる森尾10連でね来てほしいなと思ってます。はい、はい、それでは球春到来プレゼントスカウトおかわり、これいきたいなと思います。ぜひオリックスの選手来てほしいです。いきます、お願いします。オリックス来い。さあオリックスの選手だったら近藤選手以外ったら誰でもいいんでね、ぜひ来てほしい。さあどうでしょう、オリックス来い。うん、うん、なんもないな、あかん、あ最後だけですね。はい、ぜひオリックスの選手来てほしいです。近藤選手以外でオリックスの選手来てほしいです。お願いします。うん、高梨選手、ヤクルトですね。はい、もう2回目ですかね、ニューついてないですね。はい、残念。はい、確定の S ランクだけですね、 A ランクもないということで非常に残念です。はい、まあまあしゃあないですね。はい、はい、今回こんな感じですね。まあそうですね、阿部選手まあ結構ね早めに登場してくれましたんでね、まあ、A ランクの方もねもし出ればね集めていって、阿部選手またはね取れればねオーダーにも十分入れますんでね、欲しいなと思ってます。はい、まあ、スターロードの方で、S ランク役者ありますんでね、報酬の方でね、またそれ楽しみに頑張ってやっていきたいなと思ってます。はい、ちょっと残念でしたけどね、ガチャの方はね。はい、はい、今回こんな感じです。また動画あげますんで見ていただけるとありがたいです。以上トラキチの無課金ハオロードオリックス純正編でした。